セトナは、アメリカ合衆国アリゾナ州中北部、シュートフェニックスより車で2時間ほど北のココニノ郡と、ヤバパイ郡にまたがって位置する市の名称。人口1397人。市として制定されたのは1988年。個性的な形をした赤い砂岩の岩山に囲まれた場所であり、レッドロックカントリーと呼ばれることもある。ベルロック、カセドラ・ールロック、 コーヒーポットロック、スヌーピーロックなどの愛称が付けられている。ハイキングやマウンテンバイク用の道がたくさんあり、近年パワースポットとして知られる観光地、保養地でもある。古来、ネイティブアメリカンが聖なる場所とあがめた場所だった。セドナの南にあるモンテズマキャッスル国定公園にあるモニュメントなどの考古学的資料によると、11世紀には、 ネイティブアメリカンの一部族であるハバスパイ族がこの地に住んでいたとされる。ハバスパイ族はこの地をウィーガルコホルホルバウィーゴーコホル。ホルバと呼ぶ。先祖からエネルギーや波動を受け取ることができるので、この地に立つこと自体が重要な儀式なのだと考えている。1876年に白人が初めて入植。現在の都市名は町の初代郵便局長。 セオドア・カールトン・シュネブリーの妻セドナに由来する。入植者は主に桃やリンゴの農場と牧場経営に従事した。1970年代に入ってセドナが大きく変化したのはボルテックスと呼ばれるパワースポットの街として注目されたのがきっかけだった。既存の価値観に反発しスピリチュアルな世界を信じる人々や当時多かったヒッピーと呼ばれる人々が退去して、 この地に押し寄せた。このようにして、もともとネイティブアメリカンの聖地だった場所は、全米有数のスピリチュアルな街として、世界的に知られ、年間約400万人以上の訪問者を抱える観光地、保養地となった。セドナはアメリカで最もスピリチュアルビジネスが盛んな地となっており、その集客数はアリゾナ州ではグランドキャニオンに次ぐ観光地となっている。 地域一帯には蒸気のようなパワースポットが10箇所ほどあるとされており、岩山の上などのボルテックスで瞑想会などが日常的に行われている。土産物店の看板にはサイキックサイキックやオーラなどの文字が踊る。水晶などのパワーストーンを売る店も多い。ただし、水晶はセドナさんというわけではなく、ブラジルさんとのこと。また、 霊能力者の看板を掲げる人も多いとされる。セドナ商工会議所観光局も自然と並んでパワースポットやスピリチュアルビジネスを観光資源として活用しており、公式サイトを通じて各種のセラピーツアーやヒーラーの紹介など情報発信を行っている。この地でボルテックスについての科学的解明をしようと15年ほど前から休日ごとに セドナのボルテックスを自主的に訪れては調べている。技術者がいる。娘を事故で亡くしたことがきっかけで現地を訪れた、ベンジャミン・ロントリーという男性である。コイルなどを使った磁力計などで地面の磁力を計測し、ノート PC で解析し、また同時に地面に横たわる人などの脳波を測定し、知気と脳波の相関関係を調べている。セドナは他の土地よりも、 地磁期が強いため、その地磁気が脳波に良い影響を与えているというのが、ロントリー氏の現時点での仮説だという。その独特の風土と環境をゆえに一度セドナを訪れた後、見せられてリピーターになるものも多く、一部は移住するようになる。セドナの住民の7割はそうした移住者だという。セドナはまた、ハリウッド映画霊明記から70年代にかけて、 西部劇を中心に60本以上の映画撮影に用いられたことでも知られる。主な作品には、大写真、拳銃無宿、襲われたホーロバ馬車、3時10分、決断の時などがあり、ジョン・ウェイン、ジョーン・クルフォード、ラッセル・クローなどハリウッドを代表する有名俳優らがこの地を訪れている。セドナの夕焼けベルロックカセドラルロックパノラマビューセドナのマクドナルド、 警官保護のため外観は赤茶色のレンガ調で M が通常の黄色ではなくターコイズブルーという珍しいデザインとなっている。ありがとうございます。